はい、どうも、うさおでございます。今日は、エシュの受け取り方ですね。DMM で、事前登録することによって、まあ、このキャラ、まあ、これ見てもらいましょう。DMM で、事前登録をすると。で、DMM で事前登録すると何が起こるのかっていうと、まあ、限定キャラがもらえます。まあ、星5のエシュちゃんですね。まあ、こちらはね、DMM の事前登録でしか入手できないみたいなので、登録してみるといいかなって思います。で、スマホ版でも、この子使えるようになります。DMM で登録してくれれば。まあ、ちょっとまだ未確定な情報なんですけど、まあ、やっておくだけ損はしないかなって思います。っていう感じで解説してる通り、エシュがもらえるんですよ。ただ、ちょっと通り方わかんねえと。結局こいつどうなったんだっていう方のための動画になってます。それでですね、まあ、結論から言いますと、エシュまだ受け取れません。これはなぜかというと、DMM 版で、ゲームを起動して、事前登録したやつからゲームを起動してもらうと、入手できるキャラになってます。ただ DMM 版ってね、PC 版のことなんですけど、まだリリースされてません。なので、ログインすることは普通に不可能です。まあ、なので、エシュはまだ、入手することができないというのが結論になります。PC 版が配信されたら、多分、スマホでやってるデータと連携して、パソコンでやるのと、スマホでやるの。まあ、同じデータを共有して、多分、できるってことだと思います。まだね、DMM で事前登録してない人はまだ間に合うので、これ。DMM で事前登録してみてください。そしたらエシュもらえます。でね、まあ、本当に、PC 版始まったら PC 版でログインして、連携して、こっちで、スマホ版と連携して、PC 側でエシュもらって、スマホでログインすれば多分エシュもらえてるデータできると思うので、スマホ版普通に進めてもらってね、大丈夫だと思います。今回は短めの動画でしたが、以上になります。ご視聴ありがとうございました。